はい、どうも、りょういちです。それでは、ホールアウト4をやっていきたいと思います。今回はね、ここ、またアカディアに戻ってきました。前回はね、メモリーバンクのね、ロックを解除してね、中身を見ることができましたね。それもまた、取りに行きたいんですけど、今回は、ここアカディアでね、ニック・バレンタインさんをね、ちょっと連れてきて、なんか、イベントが起きるようなんでね、まあ、メモリーバンクのあれでも言ってたように、なんかね、イベントがありそうなんでね、それでちょっと合わせてみよう。リーマと。よし、行くぜ。何が起きるんだろう。で、それ終わったらあれだな。メモリーバンクの、あれを取りに行こうかな、一個。よし、入ったぜ。リーマいるかな？あ、いたいた。気に触らないといいんですが。ニックさん、ニックさん、おい、何してんニックさん。こっちだぞ、来い。来い来い来い、よし。来いよ。よし、連れてきたぞ。なんか兄さんとか言ってたけど、どうなんだろう。あ、どうした？なんか反応するかな？特に何も反応しないか、合わせただけじゃ。話さないとダメか。兄さんだぞ。連れてきてやった。待って。お、来た。そこにいるあなたの友人、彼と話させてもらえますか？いいだろう。こっちにも言いたいことがある。お、まず最初に、お前は一体何者だ？まず近づいて話さない。その顔と独立した自我を持った人造人間は一人しか知らない。そして、そいつは鏡の中にしかいない。ニック、そんな、あなたがなぜ？つまらん真似はよせ。何を企んでいるんだ？もう近づこうぜ。お前に会ったことなど一度もない。お願いです。チャンスをいただければご説明します。チャンス。ニックの声が遠いんだよ。ニックさん、もうちょっとこっち来てくれないかな。君の声が遠いんです。よいしょ、押していこう。会話してる感がないんだよね。こんなに離れてたら。よし、こんなもんでいいだろう。よし、だいぶ近づいた。OK、話を続けよう。よし、いいだろう。話を続けてくれ。すべては一世紀以上前に始まりました。我々が最初に作られた時、私たちはプロトタイプでした。独立した思考と判断を持った第一世代の人造人間です。ね、話を続けろ。インスティチュートは我々の脳がどのように人格を形成するかを研究していました。個人の感情と行動を操作できるか。実験に基づき、私は自分自身の人格を形成することを許されました。ですが、あなたに関しては他者の人格を丸ごと刷り込むことを彼らは試みました。なるほど。人格の刷り込みが成功するまで実験は続けられました。自分が誰なのか、もしくは何なのかすらわからないまま、あなたが何度も何度も目覚めるのを私は見ました。もうあいつらにそんなことはさせたくない。我々はあいつらが作ったプロトタイプの唯一の生き残りです。私は自分自身をあなたと重ねました。ニック、あなたは私の兄弟でした。あなたがインスティチュートから逃げる手伝いをした。マジか。一緒に逃げたのです。兄弟なら覚えているはずだ。そこが間違っているのです。これは100年前のこと。当時プロトタイプの人工脳に詰め込める記憶には限りがありました。おお、たくさんだ。お前とは話し合う必要がありそうだ。だが今じゃない。え、そうなの？え、どういうこと？いつ？どうしよう。彼が兄弟、本当に覚えていない。後で話そう。彼を信じるな。結構難しい選択肢だな。本当に、まあ本当に覚えてないんだろうな。多分。彼が兄弟。まあでもあいつを信じるなってもいいかもしれないけどね。まあ嘘はついてなさそうだけどな。誰かまだそこにいるのか。誰かまだそこにいるのかじゃねえ。いるでしょう。彼が兄弟。ニック、あいつは本当に兄弟なのか。もしそうなら驚きだ。人造人間に血縁者なんているのか。同じ生産ラインで作られたからって家族と言えるのか。まあ確かに考えなきゃならない。まあ後で話すか。じゃあ後で話そう。これは簡単には飲み込めない。ニック、信じてくれなくても構いません。また会うことができただけで嬉しいのです。心の準備ができたらいつでも来てください。心の準備って言われてもな、何か進展がこれ以上あるのかな。わかんないけど、これだけなのかな。どうなんだろう。おい、話してくれ。いや、バレンタイン。何？ああ、すまん。
リーマに言われたことで頭がいっぱいだったんだ。こいつは、ああ、彼は兄弟だ。確信がない。正直にか。どう考えていいのかわからないよ、ニック。ああ、気持ちは同じだな。インスティチュートが他にもプロトタイプを作ったのかどうかいつも考えていた。俺はただの失敗作なのか、それとも彼らは計画を諦めたのか、単に飽きてしまったのか。自分のことを奴らが捨てたゴミの一つに過ぎないとずっと思ってた。俺をあそこから出したいと思った人がいて、脱出の手助けをしてくれたなんて。俺とディーマの間に起きた実際の出来事を示す証拠がきっとあるはずだ。しっかり目を開いてそれを探そう。ああ、すでに見つけたぞ。それはあれだろ、メモリバンクのやつだろ。実はディーマの記憶の中にすでにあるものを見つけた。ちょっと聞いてくれ。よし、急いで聞いてみよう。おお、なんてことだ。ディーマは俺がインスティチュートから脱出するのを本当に手伝ってくれたのか。ゴミとして捨てられたわけじゃないのか。インスティチュートの実験の影響できっとまだ意識が朦朧としてたんだ。俺は彼を本当に襲ったのか。そして帰り道にやって意識を失い、彼は死にそうな俺を置き去りにした。畜生、なんで思い出せないんだ。でもなぜこの記憶をあいつは封印してたかっていうことだよね。封印するほどの記憶だったのかな。嫌いじゃない。バレンタイン、落ち着け。人は忘れる生き物だ。それにリーマとの間にあんなトラウマになるような出来事があったらなおさらじゃないか。ああ、わかったよ。リーマと自分が出会っていたことを証明するものが欲しかった。そしてそれを手に入れたが、これからどうするか決めなければ。彼にチャンスを与えるべきか、兄弟として受け入れるべきなのか。現存するプロトタイプの人造人間は俺を除けばもう彼だけなのかもしれない。なるほどね。ディーマにチャンスを。チャンスって言ってもあいつの望みが分からんからな、目的が分からんからな。とりあえず決めるのは自分だ。ニック、答えはもう知ってるはずだ。言わなくても分かるだろう。ああ、今度アカディアに行った時は給油にもう少し優しくしよう。ここがアカディアですけどね。失われた時間を取り戻すために。とにかくありがとう。あんたがいなければ真実を知ることはなかった。これで終わりかな多分。あ、これで終わりだな多分。ニックのイベントはこんな感じか。なるほどね。 OK、 じゃあ行きましょう。メモリバンクのやつをね、取りに行こうかな。何取りに行こう。あれだな、まずアーマーだな。アーマーちょっと取りに行こうかな。ここだ、マリーンコンバットアーマーだ。の積み荷を見つける。ここに行こう。水の中なのか、沈んでしまっているのかな、わかんないけど。こっちは、こっちも何か出てるぞ。あ、こっちもだな。なんだ、2箇所あるのか。まあいいか、とりあえず、あれ？こっちにも出てる。あれ？こっちにも出てると。こんなとこにもあると。3箇所ある。なんだ？って何がある？バラバラになってるのか。いや、わかんないな。一回こっち行ってみるか。この右下の方に行ってみよう。よし。では出発だ。近づいてきましたよ。ようやく、どこだ？銃。これか？これ怪しいな。ここかな？なんか沈んでいるように見える。ライトをつけても全然見えない。船だな。ここの船に積んでたのが沈んだのかな。これか。あ、マーカー出てるじゃん。どれだ？これだ。あ、あるぞ。封印された積み荷。アサルトマリンアーマー。左腕と右腕。なるほど。取ってみよう。よし。これは、なんだ、普通の防具かな？ちょっと見にくいな、水の中。よいしょ。あ、普通の防具だな。アサルトマリンアーマー。そうなのか。なるほどね。でも強いんじゃない？まあまあ。
22、22、10全部ついてるな。ダメージレジストはまあまあ強いんだ。じゃあまあ防具全然変えてなかったからな、そろそろ変えてもいいんだけどな。まあでも何のあれもついてない防具だからな、レジェンダリーじゃないのを今さらつけるっていうのもどうかと思うがね。まあいいか、他のやつもじゃあせっかくだから取りに行こう。多分胴体とかが転がってるんだろう。なんだあいつは、マイアラークキルクロー。なんだあいつ、初めて見るぞ。なんでしかも緑色なんだろう。敵対してないってことかな、まだ。でもあっちにいるのはブラッドレイジマイアラーク。こいつも初めて見るな、マイアラークだな。あれかな、上位種かな。なんなんだろう、こっちは赤になってるけどな、こっち緑だな。キルクロー、なんなんだろう。味方じゃないと思うけどな。ちょっと近づいてみようかな。地面にあるから緑になだけだと思うけどな。どこにいるんだろう。どれだ。あれか。このちょびっと出てるあれかな。ちょっと近づいてみ、あ、出てきた。どうだ、敵か。敵だな、どうかなって思う。うわー、すごい。苔が生えてる。ちょっとやばいかも。あれ見つかってない。あ、見つかってるじゃん。見つかってるじゃん。危ないな。ほらほらほら。あ、弱い弱い。弱いな。キルク、あ、なんかいっぱい来た。ブラッドレンジだ。ブラッドレンジなんかすごいな、こいつ。うわ、すごい。うわ。すげえ。あ、黒。目が赤い。うわ、かっこいい。すげえ、こいつ。いいね。ブラッドレンジ。あ、普通なんだ。マイアローク行くか。こっちは。あ、こっちも一緒だ。あ、こいつは草みたいなのいっぱい生えてる。擬態してる感じかな。キルクロー。これは黒だな。ちょっと、持ってみよう。ちょっと。あー、すげえな、こいつ。あー、これはすごいわ。かっこいいな。このマイアラーク。よし、まあいいや。じゃあ目的地へ向かうか。よし、着いたぞ。ここには左足と右足か。OK、OK。いいね。じゃあ三つ目も行こう。はい、三つ目ありましたね。これだ。あ、なんかいっぱい入ってる。ちょっと待って。胴体と頭。タクティカルヘルメット。で、ウェットスーツ。あ、全装備か。すごい。いいね。これで、全部、揃ったぞ。なんか、重い。重くて、重くなっちゃったか。ちょっと陸に上がろう。はい、マリン装備をね、全部装備してみました。すげえな、これ。いや、結構すごい。思ってたよりすごいな、これ。面白いな、これ。ちょっとしたパワーアーマーみたいだな。いいね、これ。なかなかいいんじゃない？これでいこうかな、これから。うん。まあ、無改造だからあれだけどね。まあ、あとあれがついてないからな。レジェンダリーじゃねえから、何の特殊効果もついてないけど、これでいこうか、せっかくだから。防具もね、一新して、これで行ってみよう。これでディーマのとこ出て行ったら何か、あれかな、反応するかな、わかんないけどね。これで次からはね、旅したいと思います。というわけで今回はこの辺で終了します。ご視聴ありがとうございました。